じゃあその当主も婚約者としてふさわしいと判断するでしょう。だからではお嬢様失礼します。ルクス君も座ったら。他の人の迷惑だわ。恋人の件は演技だったのにどうして。あら、決闘の時に言ってくれたじゃない。ルクス君が本気なら私は本当に婚約してもいいのよ。一週間恋人になってよくわかったわ。そうですよね。とても好きよ。え？じゃあもう少しだけ。リード様。もしルクス君が本当に婚約してくれれば。何やってんだよ。しかし二股か。自業自得。来いよ。てえな、なんだお前。バッカなのお前。んだよ、しつけえな。分かってる、分かってたけど。てめえ、しょうがないじゃん。行けよ。でも後で保健室行くから行って。こんな感情初めてで手に負えない。はい、アウト。プール掃除な。私わざと。風、私のせいだね。なに今日プール掃除私がやるから。何してるの、ツツイ。大丈夫か。こんな俺でも人を好きになっていいと思うか。大丈夫だ、ツツイ。今まで人に虐げられてきた数を数えてみろ。ねえ、去年は残念だった。黒金先輩。私、同じクラスの草壁鏡です。先輩の大ファンなんです。いや、それほどのものじゃ。よかったじゃない、新学期早々モテモテで。ようやく見つけました。あれって俺らいだ。新入生自責の。この後会いに行こうと思ってたんだ。お兄様。ちょっと息。あんた何やってんのよ。だそうだけど。よそはよそ、うちはうちです。そんなわけあるか。しずく、そんなこと女の子が言っちゃダメだろ。なぜ私たち兄弟の庶民的コミュニケーションを邪魔するのですか。分かったら田舎のお姫様は黙っていてください。関係ならあるわよ。一輝は私のご主人様で、私は一輝の下僕なんだから。本当ですか。お兄様、本当なのかと聞いています。こっちよ、沢村さん。スランプから脱出したら急に仕事熱心になったわね、あなた。こっちが本当の私よ。そうね。おい！ともやくん。町田さんに教えてもらったんだ、二人が今日大阪に行くって。けれどあなた、私たちを許してないんじゃなかったの。あと沢村さんは少し落ち着きなさい。フィールズクロニクルだよ、あのフィールズクロニクル。ブログで押しまくって、友達に布教しまくって、ショップ特典の分だけ複数買いまくるから。でも私、トモヤだけじゃなくてめぐみも傷つけちゃって。頑張れエリリ。そしていつでも帰ってくるの待ってるから。やりたいんだろ、成功する気なんだろ、紙イラストレーターになる気なんだろ。なる。歌先輩、エリリを頼むよ。任せておきなさい。あなたこそ新作頑張りなさい。うん。誰にも頼らない、誰にも甘えない、あなたの全身全霊が見てみたかったの。うん。
それじゃあ、いってらっしゃい。エリリ、もらってもいいよね。私、どうして諦めさせてくれないの。私も覚悟を決める。ずっと飼い殺されてあげる。もう初めての女に嫉妬する気持ちはわかるけれど、新婚さん、なんだ、そこで何をやってるんだ。何って、化け物退治だよ。ダメだ、怪我してる。どけ、邪魔だ。一人には慣れてる。いつもそうしてきた。ダメだ、死んじゃうよ。じゃあ僕は行くよ。無力だ今。待って、俺がそのロボットに乗るよ。死ぬ覚悟あるの。よくわからない。だから俺を乗せてくれ。その目気に入ったよ。ドキドキする。来てしまった。ジョージーさん。そう、私は夢の世界の案内人。そう、小林さんが気に入りそうなカフェがこの辺りにありますよ。小林、私サイカワたちと遊んでくる。わかった。うらめしよう。やばい。それで何が楽しいんですか。遠心力。私も回していいですか。いいよ。それ。サイカは面白いな。お前、お菓子をどうぞ。フルッキー、ありがとうございます。はい、全部食べちゃったわ。こっちの味も美味しい。私も。小林たちどこだ。サイカは大丈夫。ジョージお嬢様の楽しそうなご様子。小林遅いぞ。ごめんごめん、ジョージーさんが撮ってくれた写真。みんな悲鳴あげてて楽しかった。どうしたの、トール。いえ、ずっと考えていたんです。ノスタルジーか。ここはドラゴンに乗るのを疑似体験する施設ですね。つまり小林さんは私に乗れば毎日が遊園地ってことですよ。腰には悪いけど。制限時間は100秒スタート。どうする、どうすればいい。もういい、やめろ。だから早くニャルコを戻してくれ。聞こえてるんだろ、答えろよ。そんなことしたらマヒロさんが。バレなきゃ犯罪じゃないんだろ。ダメです。まさか。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。私、どんなに記憶がなくなったら、私はマヒロさんのことが大好きです。それは絶対に。今はまだ待ちましょう。もっともっと美味しくなる可能性が見えたから。それからおはよう、八坂くん。なんだ。八坂真宙様、あとはわかるでしょ。なんだこりゃ。体液の交換って。少年には私の赤ちゃんを産んでもらう約束に。真宙さん、なんだよ。
それでは誓いのキスを。マヒロさん。今日はコスプレ以外で初めて服装考えちゃったな。いやいや違う違う、あれは妹、なんか母親と喧嘩したみたいで。千早さんも若いのにしっかりしてるよね、偉いな。あの一宮さん、私と付き合ってください。え、俺なんかと。俺妹育てなきゃなんなくて。大丈夫です、日陰どころではなく暗闇っぽい。すみません、ちょっと疲れてて。ああ夏のイベントが近いんだっけ。めぐみ。はい。そういうコスプレで。形容しがたいです。どうもありがとう。そんな露出の高いコスプレするな。そりゃそれで腹立つな。おう、どうした先輩、大丈夫。殴られた。その上趣味まで口出ししたらもっと申し訳ないし。千早ちゃんかな。ルクス君のたどたどしいステップは面白かったわね。笑わないでよ。実は建国祭にアルテリーゼが来ていてね。うん、そうだね。でも彼女を騙し切るにはまだ足りない。キスをするふりだけで構わないから。それじゃあアルテリーゼに報告してくるから、またね。俺やっぱり行こうと思う。アメリカ？あ、どうしても見たいんだ、次の世界が生まれるところ。それで俺と一緒に来てほしいんだ。アスナがいないとダメだ。君の行くところならどこにだって。アスナ、あれも次世代のインターフェースなんでしょ。じゃあ何の？人間の意識、フラクトライトを知るためのマシンなのかも。団長の？あの男が何のためにナーブギアと。それを知りたい気はするけど、自分の進路にはしたくない。あ、すみません。キリト君？誰だ？ヘイヘイ、そりゃないよキリトさん。あるよ、毒武器あるよ。アスナ逃げろ。キリト君！おじさんも昔花形やってたことあるっておばさんが。元気のいい女友達欲しくない？俺もう一度友達からやってみよう。オイラにはもう帰る家もない。ああ。え？どうせそれなんて怪文書の類でしょ。気にすんなよ。私って結構お金持ってるんだ。知らないよそんなの、劇の話だろ。俺はここで待ち合わせなの。ナオト君、なんなんですかこれ。いや、耳いいかな。痛痛痛痛痛